大見八幡魅力発見プロジェクト。We love 大見。We love 大見。このコーナーは JR 大見八幡駅徒歩1分、大規模マンションクラウド大見八幡の提供でお送りします。安のおっさん、大見八幡の街をブラブラしながら大見八幡ラブな情報をゲットしてね。この日おっさんが歩いたのはここ西将来町です。じゃじゃーん、今日もやってきました。やってきたね。大見八幡ぶらりまた残暑きついけども、うんうん、大見八幡のええとこ探しに行こう。しんどい、行きましょう。ええとこ探すってな、うん、やっぱりこれはやっぱ人に聞いてみるっちゅうな、うん、独力で何もせえへんっていう感じでもええんじゃない、うん、教えてくれる方、教えてくれる方、おっさん、第一交通さん、これタクシーの運転手さんならいっぱいいいとこ知ってるんじゃないですか。なるほどな。第一交通さん、大見八幡に詳しいタクシーの運転手さんに聞きました。あ、大見八幡の良いとこですか。これで なかなか思いつかんで、これはちょっとタクシーの運転手さんに託してみよう思ってやな。あ、なるほど。タクシーの運転手さんに託してみよう、ダジャレ言うたんや。そうですね。最近海外の方も多いんではないですかね。12カ国ずっと対応といって、うん、電話に登録してまして、センターの方に連絡するんです。はい、でその方の喋ったことを我々にまた教えてくれる。直接。お疲れ様です。やってください。お疲れ様です。ありがとうございます。感動しております。タクシーというのは、高齢者の方々及びおみ足の悪い方の最後の移動手段だと思うんです、はい。地域から求められる、タクシー会社に打ちたいと思っております。滋賀第一交通さんは大見八幡の交通を支えておられるんですね。そして今回の大見八幡ラブなスポットは、新鮮野菜で大見八幡の食を支えている県内最大級の JA の直売所、ひでかーなさんです。ななちゃん、よろしゅう。おっさん、ななはどこでしょう。お店のキャベツの中。おっさん、わかりましたか。あら、意外とベタなところに。私は今日、ひでかーなさんに来ました。行ってきます。あれ、ここにたくさんお野菜があるって聞いたんですけど、お店の方ですか。はい、朝からたくさんの人来ていただいて、はい、もうこの時間には売り切れちゃってなくなっちゃうんです。あ、そうなんですね。そうですね、毎日農家さんが採れたてを持ってきてくださるっていうのが人気の秘訣かなと思います。うちの特徴としましては、はい、あちらのミニキッチン、旬のお野菜とか地元の食材を使った食べ方提案などさせていただいております。こちらがミニキッチンですね。こんにちは。こちらはどういったところですか。はい、平日は、はい、地元のお野菜を使いまして、はい、コロッケを手作りで作っております。今の時期でしたらさつまいもが出てきてますので、早速試食してみました。揚げたていただきます。すごく野菜のお味がしっかりしてて、見てもらったら分かるんですけど、人参とさつまいもとじゃがいもが入ってるのがすごく大ぶりで、野菜をすごく感じられるコロッケですね。揚げたてでなお美味しいです。ああ、ななちゃん、また一人で食べてしもうた。コロッケは返してもらうさかいな。コロッケはコロッケだけに。はい、ひでかーなさんは広い店内の中にお米コーナー、お花のコーナー、イートインコーナーもあっておすすめですよ。誰がすすめやねん、買いつぶりやっちゅうねん。スルーします。ひでかーなさんからお得なイベントのお知らせです。ひでかーなでは11月の10日11日の2日間、この秋最大のイベント、ひでかーな秋祭り開催させていただきます。
たくさんの秋のお野菜、あと軒先市の拡大版ということで、テントで皆さん出店出していただきますので、ぜひたくさんの方のご来場お待ちいたしております。楽しいイベントや、みんなで来てこうのに来てこうの。ブラウド近江八幡さんは予約制のモデルルーム事前案内会を開催しています。詳しくはブラウド近江八幡公式ホームページをご覧ください。このコーナーは JR 近江八幡駅徒歩1分大規模マンションブラウド近江八幡の提供でお送りしました。